日本航空高校石川は19年連続で全国高校ラグビーに出場する強豪ですが、地震の影響で校舎での授業ができなくなっています。これを受け、20年来の交流がある中部大学春日ヶ丘高校が支援を申し出て、岐阜県恵那市にある大学の施設での受け入れが決まりました。私たちはこの震災をバネに、石川と輪島を代表して必ず強くなるのでよろしくお願いします。この度は本当にありがとうございました。今日は部員35人が集まり、春日ヶ丘高校と練習を行いました。受け入れは18日までで、オンラインで授業を受けながら10日から長野県で始まる大会に向け練習します。